小瀬かな丘は、平安時代前期の貴族、宮廷画家。小瀬遊行、または、うねめせい、小瀬秀の子とする系図がある。官位は、十五位下、うねめせい。中納言、小瀬や足を曹祖父に持つ、小僧貴族の出身であったが、その豊かな画材を朝廷に認められ、歌天皇や藤原元常といった権力者の恩公を、得て活躍した。上十年から同十四年にかけては、 宮廷の上泉絵を監修し、その過程で菅原道真や木馳世といった知識人とも信仰を結んだ。日本画独自の様式を追求、進化させ、辛いの影響を脱した大和への様式を確立させた功労者とされる。またその子孫は、後世において個性派と称される画家集団を形成、宮廷画や仏画の分野において多大な影響力を発揮した。しかし、 その作品は一切現存してはいない。大阪府堺市北区、金岡町には当地に住んでいたとされる、小瀬金岡を祀った、金岡神社が鎮座し、神社の東北東200メートルの場所には、小瀬金岡が筆を洗ったとされる、金岡園がある。小瀬金岡の名前が、付近の地名、金岡町や大阪府立金岡高等学校の、公名の由来となっている。 兵庫県伊丹市には清水という地名があり、小瀬かなおが,がを描く際に現在の清水山頂目付近で取水したことが由来となっている。また、この付近に橋を発する水路が金を買う水管線と呼ばれている。京都では、小瀬家は長きにわたり本能寺の段下であり、本能寺の変の際には、歴代の小瀬家の墓、家系図ともに戦火の犠牲になった。 現在でも移転した本能寺の境内に古世家の墓が現存し、本能寺が消失前から継承している数少ない墓の一つである。ありがとうございます。